崩落したアリアンロッドを捨て置き、遊撃軍は王都フェルディアに向けて北上を開始。同時に旧同盟領に駐留する帝国軍をフラルダリウス領に侵攻させ、王都強撃を起とする。帝国軍の動きを察知した国王ディミトリ率いる王国軍は、レアに従うセイロス騎士団と共に先手を打って王都を出撃、タルティーン平原に布陣して迎え撃たんとしていた。お母様、くしくもまた雨が降っているのですね。私は再びこの場所でお母様を取り戻すために戦います。お母様と私が巡り合うのを邪魔したあの者を必ずや土に返します。私に刃を向ける愚かしいフレスベルグの子孫ともども。レア様、今はセイロスと呼びなさい。私はもう大司教ではありません。一人の戦士です。はっ、セイロス様。あいにくの雨のせいで敵の位置がつかめません。王国軍もどこにいるのか。フェルディアへの進路を探しなさい。そう大きくは迂回もしていないはずです。帝国軍の本体を見つけ次第攻撃を開始します。敵が先に王国軍と遭遇しているようなら予定通り攻撃しましょう。はっ、ご命令通りに。待っていなさい、もう間もなく訪れるのですから。あなたの胸にこの剣を突き立てるその瞬間が。先に教団をぶつけるつもりだったのだがな。敵の進軍速度を読み誤ったか。陣容を再編する。今はできる限り時間を稼ぎ、教団の到着を待つしかないだろう。長い戦になる。恐ろしいか、ドゥドゥ。いいえ、陛下のおそばにあって恐れることなど何もございません。頼もしいな。見ていろ、俺は必ず勝つ。必ず死んでいった者たちに報いてみせる。ええ、どこまでもお供いたします。陛下、どうかご分を。ああ、ドゥドゥ、お前もな。陛下、あなたのためならば俺は。雨の中に翻る青き騎士の旗、王国軍のようね。はい、国王ディミトリ自らが兵を率いているようです。ただセイロス騎士団の姿はありません。二手に分かれたのでしょうか。あのディミトリが教団に王都を任せて王国軍だけで出陣するのは考えづらいわ。騎士団を使い潰してでも戦闘を有利に進めようとするはず。となると雨のせいで連携が取れていないだけで騎士団もどこかにいるのでは。ならば後輩や横からの奇襲を警戒します。全軍に通達を。はっ。それにしても昔の王国軍とは違いますな。深く陣を敷いて我らを迎撃する構えです。以前であれば王の名乗りとともに正々堂々と突撃してきたでしょう。正々堂々か。昔の彼を思い出すわね。先生もそうではなくて。あら、もう忘れてしまったの。ディミトリが大修道院でよく言っていたわ。しかし今となっては正々堂々はディミトリにふさわしくない言葉でしょう。味方の犠牲は嫌うようですが、それ以外ではどのような手でも取ってくる相手、手段を選ばぬ殺し合いになれば戦場がどうなるか。
想像もつきませんな。そうね、夫人が済み次第前進する。ディミトリ、あなたのすがってきた過去をここで断ち切ってあげる。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうこちらですね。ありがとうございます。また。エーデルガルト、ここが貴様の死に場所だ。貴様らが奪い踏みにじり、そして目を背け続けてきたものをここで全て返してもらおう。この戦いで王国軍の主力を殲滅する。国王ディミトリはもちろんのこと、敵将は一人残らず討ち取りなさい。敵が何を企んでいるか分かりかねます。注意して軍を進めましょう。それにサイロス騎士団が姿を見せていません。いつ戦場に現れるか、かなりの注意を払った方が良いかと。戦場に立つ以上覚悟はできている。マイル、あと何度戦えばいいのかしら。
たなければ生き続けられないもの。おっしゃー、行くぜ。ええ、任せてちょうだい。先制奇襲、有利思います。掃除に行くぞ。戦場を広く見なくても。血塗られた道、私が切り開きましょう。せっかく与えてもらった仇討ちの機会だ。無駄にはしねえよ。差し違えてもな。ボーティーからの遠兵が来たぞ。帝国の弱兵どもを押しつぶしてやれ。砦から増援、厄介ね。敵将を撃って砦を抑えましょう。かかってきな。俺も負けるわけにはいかないんだね。下がる者は必ず撃つ。
敵に情けをかける余裕はないのだ。どんどん行こう。皆を導かなくては。この。お前たちのところへ行くから。せっかくのあの者を消し去る機会に出遅れてしまうなんて、この深い闇、お母様が嘆いておられるのでしょうか。ご覧になっていて、私が必ずや取り戻してみせますから。あれ、死力尽くします。戦い、すべて大義のためです。これで邪魔はなくなりました。
掃除に行くぞ。もはやあなた方に救いの道はありません。主に背いた大罪を抱えて地獄へ落ちなさい。失礼を、はあ、なんということ。この私あの盗人に負けたというのですか。許さない。いけません、レア様。今はお引きください。くだが俺たちに引く場所などはない。皆奮戦せよ。ファーガスに勝利を。あと何度戦えばいいのかしら。助かる。よっしゃ、行くぜ。ええ、任せてちょうだい。ありがとう。先制奇襲、有利思います。血塗られた道、私が切り開きましょう。頃合いだな、陛下。必ず本懐をお遂げください、我が同胞の戦王陛下の仇を。俺はずっとあなたのおそばに。ディミトリ様、俺のただ一人の、ああ、最後まで俺はお前の隣で戦おう。お前と共にある限り、この槍の前に敗北はない。彼らの死を無駄にはしない。戦場に立つ以上、覚悟はできている。戦場を広く見なくて。
皇帝、マイル。積み重ね勝利します。Thank you.
実力のうちだぜ。動かなければ。
邪魔する奴は残らず撃つ。障害解除です。戦果積み重ね勝利します。勝利へ一歩近づいたわ。アドラステア皇帝バイル。いい働き。死なせない。何一つとして貴様らに奪わせはしない。今度こそ俺は守ってみせる。さあこれでどうだ。先生、なぜエーデルガルト、人の命を踏みにじる畜生の道を選んだ。残念でならない。お前を殺さねばならないのかな。遅いな。見えた。導いてみせる。トラまだだ。まだ死ねない。俺はまだ。娘に殺された母の無念を知れ。貴様が理想のために踏みにじってきた者たちに頭を垂れて詫びながら死んでいけ。呆れた執念ね。普通ならとっくに命はない。さようなら妄衆の王よ。乱世でなく知性に生まれていれば名君としての幸福な生があったかしら。地獄に落ちろエル。レア様、ディミトリオが戦死なされました。王国軍は敗走。戦線の維持は不可能です。みんな直ちに撤退なさい。フェルディアに向けて引くのです。
主はあなた方を見ています。諦めなければ必ず救われるでしょう。はっ、撤退、撤退です。どうしてあなたはこれほどまでに私の邪魔を。お母様の心臓を奪い、天帝の剣を振るう残虐の王ネメシスのように、この手で必ず、次こそ必ず取り戻してみせますから。お母様、待っていて。レア、敵ながら見事な手際ね。女神の名のもとに士気を保っていることについてですかな。それもそうだけれど、見事なのは傭兵の腕よ。混乱する王国軍を私たちへの盾にして騎士団を逃がしている。あそこまで逃げに徹されるとさすがに追撃は難しいわね。先生に自信がないなら私一人でも決着をつけてみせると言いたいけれど、できるならあなたと力を合わせて臨みたいわ。これまでの戦いで命を落とした仲間のため、敵のため、それにディミトリのためにも。ええ、彼が復讐に囚われたのは叔父たちの策謀の結果、全てを私のせいだと考え、彼は王としての道を見失ってしまった。私は彼には何もしてやれない。だからせめて。いいえ、泣いていたのは過去の私よ。多くのことが起こっては流れ去るように過去になっていく。タスカーの悲劇も、士官学校での日々も、父の死も、あなたのいなかった5年間も、ようやくここまで来たの。最後まであなたと共にありたい。この世界を人の手に取り戻しましょう。高家の将、大樹の説、思いの果て。タルティーン平原において国王ディミトリ率いる王国軍らを打ち破った帝国軍は、王都フェルディアを目指して北上、ついに大司教レアとの決戦に臨む。ついにここまで来たか。実に長き逃走であった。叔父様、なぜここに。まだ決着はついていないわ。なればこそだ。最後くらいはこの目で見ておきたいと思ってな。偽りの女神の獣の支配から人間が解放されるその瞬間。わかったわ。軍の邪魔にならないところで好きに見て。無論よ、戦いに巻き込まれてはたまらぬからな。この戦いが終われば帝国が全てを支配する世が訪れる。全てではないわ。私は私のできることをするだけ。それに知性が安定するまでのしばしの間は、おじさま、いえ、あなたたちの知恵と力も必要不可欠だと考えている。そうであろうな。我々もできることをせねばならぬ。しばしの間はお前たちに力を貸そう。ええ、お願いするわ。しばしの間ね。先生、少しいいかしら。
ここまで来てと思うかもしれないけれど、私の口から伝えたいことがあるの。いえ、あなたはきっと自分で感づいているでしょうけれど、それでもね、あなたが何者で、その力が何なのか、今まで触れずに来た真実を。まさか気づいていなかったの？ならば、なおさら伝えないわけにはいかない。あなたは、レアと同じ、女神と呼ばれる存在の眷属なのよ。おそらくあなたの母親が女神に連なる人で、その血はずっとあなたの中で眠っていたのね。5年前、先生がその力に目覚めた時、私はあなたがレアに協力すると思ったわ。ええ、何しろ私の目的はレアたち女神の眷属の支配からの脱却だった。セイロス教団を使ってフォドラを支配するレアたちを抹殺することだった。私はあなたを敵に回してでもレアを撃ち、人々を解放するのだと誓ったのに、あなたは私を助け、レアと敵対する道を選んでくれた。もちろん私は嬉しかったけれど、同時に迷いもした。この道は先生が進むべき道ではないのかもしれないと、その迷いを抱えたまま、私はあなたに甘え、あなたの力を借りてここまで来たのよ。聞いてくれてありがとう、先生。話せてよかった。レアたちがいなくなった世界で、あなたがどうなっていくのか、私にはわからない。けれど、私にとってあなたは、特別な存在。この背の重荷を分かち合える、たった一人の、対等に話せる相手。そろそろ時間ね。行きましょう、先生。帝国軍は王都フェルディアに着陣。対するレアは白き者へと姿を変え、これを迎え撃たんとしていた。フォドラを人の手に取り戻すため、シュワルツァ・アドラー・ヴェイヤが最後の戦いに臨む。レア、そしてセイロス教団よ、これ以上の争いは無意味でしょう。王なき国の都にこもり、あなたたちは何をしようというの。一度だけ機会をあげるわ。武器を捨て降伏しなさい。あなたたちと違って私は虐殺などしない。反応はありませんな。攻撃を始めますか。少しだけ待つわ。市街には多くの住民がいるのよ。5年前にガルグマクを攻めた時と違って、教団は住民を避難させようともしない。一体何を企んでいるの。レア様、いやセイロス様、帝国軍は降伏を呼びかけてます。本当に無視していいんですか。例えば私たちがフォドラを出ていくとかで解決を図れませんか。降伏はなりません。私たちは負けてはいない。あのような邪悪な者たちに天が裂けようとも屈してはならないのです。わかりました。私はあなたの言葉に従いますよ。何があろうと、この命が尽きるまでね。僕もお供します。最後まで、どこまでも。それではカトリーヌ、市街に火を放ちなさい。攻め入る帝国軍を煉獄の炎で焼き尽くすのです。それはカトリーヌ、
承知しました。勝つためですよね。愚かな問いは不要です。いかな犠牲も払わねばなりません。私から全てを奪っていくあの廃墟者をこの手で踏み潰してくれましょう。今の声は陛下、陛下、王都の各所から煙が、どうやら市街に火を放っているようです。なんてことを。レオ、もはや手段は選ばないというわけね。みんなすぐに攻撃するわ。用意はできているかしら。は、万事問題ありません。いつでも攻められます。フェルディアの王宮に一直線に攻め入り、敵の視界、レア、白き者を撃つ。これが戦乱の終わり。この戦いに勝った時、ポドラは一つになる。攻め入る王都は炎に包まれつつあるけれど、皆死に急がないで、生きて勝ち、新しき世を私と共に迎えるの。いいわね。無論、私が死んではあなた様を守る人がいなくなってしまう。あなた様が生を全うするために、私は勝って生き残りますよ。私、ブリギットの未来背負います。ここ死に場所違うです。勝ちます。自分のため、皆のため、先生のため。ああ、俺たちが切り開いてきた道だ。最後まで走り抜けなきゃな。それにここで死んだら、今まで立ててきた俺の武功が全部無意味じゃねえか。心配しないで先生。エーデルちゃん、私だってまだ未婚だし、この戦いが終わったら私結婚できるかしら。いつの間にかこんなところにまで来てしまったよね。平和になれば好きに研究できるのかな。それならさっさと終わらせよう。エーデルガルトさん、先生、私だって頑張ります。やりますよ。こんなところで死んだら引きこもりの治れ面汚しですから。私は統一後も君と先生の力になる。無事に勝利に導いてみせるさ。それが誇り高き貴族の使命であり、私が自身に課した天命なのだから。帝国軍、そしてスバルツァードラーベイヤ出陣。